皆様お待たせいたしました。これより G-25 ファイルメーカープラットフォームの紹介、初めてのファイルメーカーカスタムアップ作成と題しまして、クラリスジャパン株式会社森本和明さんよりご講演させていただきます。それでは森本さん、よろしくお願いいたします。いろいろセッションがある中でですね、こちらのセッションに足をお運びいただきまして、どうもありがとうございます。この G-25 のセッション、ファイルメーカープラットフォームの紹介、初めてのファイルメーカーカスタムアップ作成ということでですね、ここではファイルメーカーをこれから使おうかなと思っていらっしゃる方、経験者ということを方よりはですね、初心者の方々に向けて、ファイルメーカーでカスタムアップを作る時の基礎的な考え方についてご説明を差し上げたいというふうに思います。どちらかというとファイルメーカーをもう使い始める第一歩としてですね、聞いていただければなというふうに思っております。はい。で、実際内容なんですけれども、アジェンダということで、改めましてファイルメーカープラットフォームって一体何なのか、どういうものなのかというところですね。もちろん皆様、今日ファイルメーカーカンファレンスにお越しいただいてますので、ファイルメーカーはある程度、皆様の中でこういうものだろうという、イメージ、ご理解はあるだろうというふうに、想像いたしますけれども、改めて私の方からですね、ファイルメーカーのメリットですとか、こういうものですよというのをご紹介したいと思います。そして実際にじゃあファイルメーカーでカスタムアップを作っていくときに、どういった基本的な考え方があるのかというところを、ここはですね、実際にデモをご覧いただきながら、そんなにですね、深く技術的な話というよりかは、表面をさらっと、なぞるぐらいですけれども、ご覧いただきたいと思います。そして最後に、じゃあ実際に自分でファイルメーカーを使っていろんなカスタムアップを作るとなったときに、やはり学習をしないとというところになりますけれども、どういった学習用のコンテンツがあるかというところのご紹介ですね、スキル習得のためにということで、ご紹介をさせていただきます。で、今日私なんですけれども、このセッションを担当させていただきます、クラリスジャパン株式会社のセールスエンジニアをやっております森本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。では早速、一つ目の、改めてファイルメーカープラットフォームとは何でしょうか。はい、皆さんどうですかね、ファイルメーカーって何ですかって言われたとき、一言で答えるとすると、どういった言葉が思い浮かぶでしょうか。昔からファイルメーカーご存知の方なんかですとですね、例えば、ファイルメーカーってデータベースだよねとか、はい、とかファイルメーカーって、最近のよく流行りの言葉で言うと、例えば、ローコード、もしくはノーコード開発プラットフォームだよねですとか、カスタム、ラッドツールっていう言葉がありますね。ラピッドアプリケーションデベロップメント、アプリケーションを素早く作ることができるツールだったりですとか、いろんな、カテゴリーといいますかがあるかと思うんですけれども、我々ですね、我々自身がファイルメーカーって何ですかって聞かれた、一言で答えるとすると、ワークプレイスイノベーションプラットフォームと言っています。これだけだとあまり具体的なイメージは湧かないかもしれませんけれども、背景にある意図としてはですね、単にファイルメーカーってアプリケーションを作るツールではありますけれども、その先何かというと、やっぱりワークプレス、例えば皆さん業務の中にイノベーションを起こすための、そういったプラットフォームですよと言い方をしています。イノベーションって書いてますけれども、イノベーションってそんなに皆さん大げさに捉えなくてもいいんですね。普段やっている業務を少し普段やっている業務に少し変化を与えて、今までよりも違うやり方で、より業務を効率化していくだったりですとか、より生産性を上げる、少し今までとは違うやり方にする、それでも十分イノベーションです。で、そういった大小程度の差は、あれどもですね、業務の中にイノベーションを起こすことによって、いろんな業務をより良くする、ビジネスをより良くしていくためのプラットフォーム、ツールであるというふうに言っています。で、我々の、ビジョンとしてよく言ってるんですけれども、パワフルな技術を誰もが利用できるような仕組みを提供するというふうに言っています。パワフルな技術、例えば
まあ、さっきから言ってますファイルメーカーでカスタムアップを作成する、まあ、ファイルメーカーって何かしらこうカスタムアップって我々呼んでるんですけれども、カスタムアプリケーションですね、自分たち独自のアプリケーション、をファイルメーカーで作ることができますよということですけれども、アプリケーションを作るって、まあ、通常ですとそうですね、アプリケーションを開発するとなると、まあ、プログラミングでこう開発していくというようなイメージがありますけれども、で実際にアプリケーションを作るとなると、その背景に、まあ、その底にというか背景にはいろんな、技術が利用されます。そういったパワフルな技術というのを、高度なそういった技術スキルを持っている人たちだけではなくて、まあ、皆さんもいろんな方がいらっしゃるかと思いますけれども、そういった専門家ではない方でも誰もが使って、アプリケーションを作成するというところを実現できる、そんな仕組みを提供しますと。でさらに、まあ、このパワフルな技術の向こう側にはですね、そのアプリケーションを作るための技術だけではなくて、例えば作ったアプリケーション、まあ、この後も出てきますが、作ったアプリケーションをみんなで利用するというためにもいろんな技術が使われています、まあ、そういったところの技術も含めていろんな技術を、誰でも利用できて、そして、ワークプレイスイノベーションをもたらす、そんなことができるような仕組みを、我々はプラットフォームとしてご提供していますよという、そんな、まあ、気持ちがこもっています。で、ファイルメーカープラットフォームの位置づけとしまして、はい、まあ、よく見せているお見せしている図があるんですけれども、皆さんも想像していただきたいんですけれども、普段の業務の中で、どんな、何でしょう、 IT を利用されているでしょうか。はい、おそらくそうですね、例えば、まあ、普段こうパソコンで業務されていると思うんですけれども、そこでは例えば Excel を使ったり、まあ、メールソフトを使ったり、まあ、インターネットするようにこうインターネットエクスプローラーとかブラウザを使ったりっていう、ですとか、あと、そうですね、社内にはそれ以外に、まあ、こちらエンタープライズシステムとなってますけれども、例えば機関システムのような、まあ、全社的な大きなシステム、まあ、全社的だったりその部門全体の、何かしらの社内システムがあって、そこにいろいろデータ入力したり検索したりと、まあ、っていうのを使われていると思います。はい、ただですね、この左側のアプライアンスアプリケーションって呼んでますけれども、それが Excel とかいわゆるデスクトップツール的な、まあ、単機能に特化したツールですね、まあ、があります。と一方、その対極に全社システム、社内の機関システムのような大きなシステムがあります。はい、じゃあその間って、実は結構間空洞が空いてたりするんですね。で、例えば皆さん業務されている中で、そうですね、新しいこうキャンペーンを打ちます。じゃあそのキャンペーンの、進捗ですとか効果を見るため、にですね、何かしらこう IT で、データを管理したいんだけれども、そういった新しい業務を管理するための IT ってこういうことをやるんで、情報システム部門にちょっと作ってくださいって言っても、当然すぐに作ってもらえるものでもありませんし、右側のこのエンタープライズシステム、社内の既存の機関システムにですね、こういう機能を追加してくださいって言っても、当然そんな簡単に機関システム機能を追加したり、そういうことは難しいですよね。はい、でじゃあどうするかというと、左側のアプライアンスアプリケーションの方、例えば Excel で、まあちょっと無理があるかもしれないですけれども、 Excel で頑張ってそのデータを管理するっていうような、で結局、Excel だけだとですね、やっぱりなかなか効率的にできず、まあ、ちょっと苦しいなと思いながらやっている、そういう時にその間を埋めるような、システムがすぐに実現できれば、非常に、業務的には効率が上がるわけですけれども、そこをですね、我々の、ファイルメーカーであるワークプレイスイノベーションプラットフォームがその間のギャップを埋めることができれば、おそらく今までと違うやり方、それこそイノベーションというところにつながるのではないだろうかというふうな、いうふうに考えております。まあ、そういったこうデスクトップツールと、もっと大きな全社的なシステムの間を取り持つ、間に位置づけられるようなところというふうになんとなくイメージをしていただければいいかなというふうに思っております。でこのファイルメーカープラットフォームがですね、このワークプレイスイノベーションとしてご提供している機能としては大きく3つの柱がありますと。それがまあここの作成共有統合なんですけれども、まあなんとなく言葉でイメージしていただけるかもしれませんが、作成というのが、まあ、実際にカスタムアップを作るというところですね。でファイルメーカーの一つの大きな特徴として、先ほども誰もが利用できるというふうに書いてましたけれども、そういった専門知識がなくても、簡単に作ることができるという、簡単に作れるというところがですね、非常に大きな特徴です。まあ、そういう意味もありまして、
DIY というふうに書いてますけれども、カスタムアップを作るといってもこうプロの業者さんですとかベンダーさんですとかプロの人にお願いするんではなくて、自分で自らそれも業務のフローですとかどういった機能どういった仕様があればいいかという理解している自分自身がそのアプリケーションを作ることができるというのが一つの大きな特徴です。そして作ったアプリケーションは当然一人で使うわけではなくて、チームのメンバーみんなで共有しながら使ってこそ、効果が発揮されるというところがありますので、ファイルメーカープラットフォームとしてはこの共有する一つのアプリケーションデータをみんなで共有するという機能を提供しています。はい、そして3つ目統合ですね。最近ですとやっぱりいろんなクラウドサービスだったり先ほど申しましたように既存の社内システムがあったり、いろんなところに関連するデータがあったりするんですね。なのでファイルメーカーで一つのアプリケーションを作ったとしてもそれを単独のシステム仕組みとして使うのではなくて必要に応じて別のシステムと連携しながら、例えば基幹システムのあるデータを必要に応じてファイルメーカー側に持ってきてそれをファイルメーカー上で利用する、場合によってはファイルメーカーで入力したデータを別のシステムに書き込む、別のシステムに送信するというように、いろんなシステムがこうつながり合って一つのワークフローといいますか、一つの業務を、一つの業務が成り立つというようなことは最近、ファイルメーカーに限らずいろんなところでされています。そしてファイルメーカーとしてもこの統合いろんなものとつながるというところはですね、引き続き注力しているところでございます。はい、この作成共有統合という機能を使いながら一つのファイルメーカーでの仕組みを作っていただくことができるということですね。じゃあ一つずつちょっともう少し見ていきたいと思うんですけれども、作成、はい、ファイルメーカーの特徴として、簡単に作れるというところは、基本的な特徴としてあるというふうに申しましたけれども、実際にはですねファイルメーカーの機能の中にはデータベースという機能があります。実際に業務で利用するいろんな業務データを管理する部分ですね、はい、強力なデータベース機能、そしてマウス操作で直感的かつ自由度の高い画面作成とあります。これも後でご覧いただきますけれども、実際にカスタムアップを作るときのですね、画面のデザイン、画面の作成というところもすごく分かりやすく作れるですとか、あとはノンプログラミングで作成可能とあります。例えば画面上にボタンがあります。このボタンをポチッと押すと、裏側でなんかこうデータが計算されたり、何かしらの処理が走るみたいな、機能を作ることが多いですけれども、そういった何かしらの処理を作るときも、こうプログラミング言語でこうソースコードを書いていくではなくて、直感的に、ビジュアル的にですね作っていくことが可能というところで、こういった機能があるので誰でもが利用できるというところの一つになっています。そしてマルチプラットフォームとありますけれども、実際に作った、アプリケーション、いろんな端末いろんな環境で使うことができます。コンピューターとありますけれども、Windows、Mac、一般の今パソコンですね、もしくは Web ブラウザで利用することもできれば、あとはコンピューターだけではなくてモバイル、これも大きな一つの大きな特徴になってますけれども、iOS、最近iPhone、iPad の業務利用というのも急速に、もう浸透してきていますけれども、そういったモバイル端末上でも自分が作ったアプリを利用することができるという非常に大きな特徴があります。はい、この辺も後でご覧いただきます。そして共有なんですけれども、はい、ファイルメーカーにはですねファイルメーカーサーバーというサーバーの製品があるんですけれども、そのサーバーに、作成したカスタムアップおよびその中のデータを置いておくことによって、みんなでそのサーバーにアクセスすることによってデータの共有ができるという、そういったファイルメーカーサーバーというのがあるんですけれども、最近ではやはりクラウドの時代が来てますので、ファイルメーカーにおいてもですね、ファイルメーカークラウドというクラウド版のサービスも提供しています。あとは、そのサーバー上のデータのバックアップだったりですとか、これはちょっと高度な利用方法かもしれませんけれども、サーバー上でですね、スケジュールを実行する。例えば毎日夜中の何時にデータをここに吐き出してそれを別のシステムに送るみたいな夜間バッチとかよく言われますけれども、そういった定期的な決まった処理をですね自動化するような機能もあったりします。そして最後に統合ですね。この統合のやり方もいろいろあるんですけれども、先ほど申しましたように別のシステムとファイルメーカーとでデータを受け渡す、連携させるというものですけれども、やり方としては大きく3つあります。
まあ、中間ファイルのエクスポートインポートとありますが、これもまあ一番なんでしょうオーソドックスなといいますか、よくやられる手法なんですけれども、例えば基幹システムにあるデータをファイルメーカー側に持っていきたいっていう場合に、基幹システム側からそのデータを CSV とか、まあ、Excel とかいろんな形式で吐き出して、一つのファイルとして吐き出してもらって、それをファイルメーカーが読みに行くというような、そういった CSV ファイルなんかを仲介した、データの受け渡しですね。そしてあと2つあるんですけれども、2つ目が ODBC を利用したデータベース関連、まあ、ODBC っていうとご存知の方も多いかもしれませんけれども、データベースとデータベース同士がですね、データのやり取りをする、まあ、標準規格技術なんですけれども、それもファイルメーカーでもサポートしてますし、最近ですとこの最後、REST API というですね、ウェブサービス、まあ、API って聞かれたことあるかもしれませんが、今、世の中にはもう日本でもいろんなクラウドサービスっていうのがたくさんあります。クラウドサービスというのは、いわゆるソフトウェアアザーサービスと呼ばれるですね、特定の業務に特化したその業務、機能をクラウドサービスとして提供されている、まあ、会社さんがたくさんありますけれども、結構そういった会社さんが自社のサービスで利用できる API というのを公開していたりします。そういう API というのがあると、例えば、そうですね、何しましょうね、最近ですと例えば、まあ、販売管理の機能を提供するクラウドサービスがあったとします。で、そこにこう売上のデータとかを、まあ、登録していくんですけれども、ファイルメーカーがその売上のデータが欲しいとします。そういう時にファイルメーカーからこの販売管理のサービスの API を呼んで、このデータください、呼びに行って、そのサービスがはいどうぞと返してくれる、まあ、そういった他のシステムをつなぐ窓口となるような API というのをいろんなサービス、提供しています。でそういったものを使ってファイルメーカーと連携させることができるというのがこの3つ目ですね、はい。まあ、クラウドの時代なんですね。なので、まあ、今後この API を使ったシステム間連携というのはどん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 増えていくということで、こちらもファイルメーカーとして、製品として、まあ、クラリス社としてもですね、注力していく分野でございます。はい。そしてファイルメーカープラットフォームの製品ということで、実際にファイルメーカープラットフォームの製品ラインとしてはどういったものがあるかというのは、このマトリックスで表示したものですけれども、ですね、これ横に製品が並んでますけれども、縦軸見ていただきますと、サーバー、そして一番左側ですね、サーバー、開発、クライアントと、で最後まあ対応 OS とありますが、機能としてはこのサーバーと開発とクライアント、3つの機能に分けています。サーバーというのがですね、まあ、先ほどもありました共有のところですね、データを共有してみんなでアクセスして利用できるようにするもの、そして開発というのがカスタムアップを作る機能、そしてクライアントというのが作られたカスタムアップを利用する機能ですね、はい。まあ、その機能、3つの機能に分けて、見てみますと、まず左側からファイルメーカーサーバーと、その右にファイルメーカークラウドとありますが、これが、両方ともサーバーの機能を提供するものです。はい。で、まあ、文字通りですね、ファイルメーカークラウドというのがこのファイルメーカーサーバーのクラウド版のサービスとなりまして、 AWS のマーケットプレイスというところから購入できるものになっております。はい。そしてその右、ファイルメーカープロアドバンストというのがですね、まあ、チェックついているところを見ると、主にこの開発とクライアントですね、実際にカスタムアップを作る機能と、あと Windows もしくは Mac のパソコン上でそのカスタムアップを利用する、まあ、実際入力したり検索したりですね、機能を提供しているのがこのファイルメーカープロアドバンストになります。で、ちょっと一番上にですね、グレーで控えめにチェックが入ってますけれども、ファイルメーカープロアドバンストもですね、簡単な、まあ、サーバー機能を持ってるんですね。まあ、どういうことかというと、そのマシン以外の5台のマシンから、その開いているカスタムアップに接続できるような、まあ、5台までつながる簡単なサーバー機能を提供しているというのはこのファイルメーカープロアドバンストです。そして、ファイルメーカー518とありますけれども、こちらはもうチェック入っているのはこのクライアント一番下だけですね。で、その下見ていただくと iOS と書いてますが、これがですね、 iOS 用のファイルメーカー公式アプリ、皆さんこう App Store ってありますけれども、 App Store でファイルメーカーって検索していただくと、このファイルメーカー GO 出てきます。で、無料でダウンロードできます。で、このアプリが iOS 上でファイルメーカーのカスタムアップを利用するときに必要になるものなんですね。そして、最後に Web ダイレクトというのがありますけれども、まあ、これは製品ではなくて、厳密に言いますとファイルメーカーサーバーですとかファイルメーカークラウドに
ついている機能なんですけれども、これは、パソコンもしくはモバイル端末のウェブブラウザからそのカスタムアップに接続する、利用するための機能です。なので、まあ、こちらも一番下のクライアントにしかチェックが入っていません。なのでファイルメーカーの製品シリーズとしますと、左の4つの製品がファイルメーカーの製品となります。でご覧いただければお分かりのように、この開発というのはファイルメーカープロアドバンストという Windows Mac 用のアプリケーションにしかチェックが入っていませんので、つまり作るとなるとこのファイルメーカープロアドバンストが必要になりますよということになります。はい、これがファイルメーカーの製品ですね。で、これらの製品を、まあ、使いながらさっきのような一つの仕組みを作り上げ、作って、まあ、利用するわけなんですけれども、ちょっと図で表してみます。ファイルメーカーサーバーを中心としたデータ管理活用とありますが、まあ、中心にありますこれファイルメーカーサーバー、まあ、もしくはファイルメーカークラウドでも結構ですね。これが中心、まあ、サーバーになりますので、ここに、はい、まずパソコンのファイルメーカープロアドバンストで作ったカスタムアップを、まあ、パソコンで作ります。作るので、出来上がったカスタムアップをこのサーバー環境にアップロード、まあ、コピーするわけですね。そうすることによって、例えば社内のパソコン、まあ、社内にあるパソコンで業務をしている人がこのサーバーのそのカスタムアップに接続してデータを見たり、まあ、入力したり業務を行う、まあ、そのデータを利用できるわけですね。また社外にいる人はもしかしたら iPhone とか iPad からその同じようにそのサーバーに接続して、iOS 端末上でそのアプリを利用する、もしくはもしかすると取引先の方々はウェブブラウザから同じようにそのサーバーにアクセスして、商品の在庫情報を見たりですとか商品の発注データを入力したりするかもしれません。まあ、これは一例ですけれども、このようにサーバー上にあるデータカスタムアップに対してはパソコンだったり、iOS 端末だったりウェブブラウザだったりいろんな端末から場所問わずアクセスすることによってデータを共有することができますよ。まあ、もちろんサーバー上にあるものにサーバーにアクセスするわけですので、そこはまあネットワークが必要になるというのが前提になるわけですけれども、はい、さらにですね、まあ、さっきの統合っていうところですけれども、いろんなクラウドサービスや基幹システムとデータを連携することによって、そういった別のシステムにあるデータをファイルメーカーサーバーに持ってきて、現場で iPhone でそのデータを見るとかっていうようなこともできるわけですね。まあ、こういった一つの大きな仕組みを構築運用することによって、はい、今までの業務を劇的に効率化することができるというようなものでございます。はい、あ、すみません。ではですね、はい、これからはもう少し具体的な話になってきますけれども、実際にカスタムアップをちょっと作るというところの、まあ、本当に基本的な考え方なんですけれども、ちょっとお話しさせていただきたいと思います。まずカスタムアップの3要素というのがありますけれども、それが、はい、こちらデータベースとレイアウトとスクリプトという、カスタムアップをまあ構成する3つの要素といいますか、1つ目データベースですけれども、カスタムアップというのはその業務データを扱うことに、当然業務データ何らかのデータを扱うことになりますので、このデータベースというデータを司る部分、データを管理する部分というのは必ず必要になります。そのデータベースのデータベースにいろんな業務データが格納されるわけですね。でその次、この2番目のレイアウト、ここですね、はい、書いてますね、管理対象データの保存場所というのがこのデータベースです。例えばお客様の情報とか取引履歴とか、いろんな商品情報とか、まあ、社員情報、まあ、いろいろありますよね。で2番目のレイアウトですけれども、その実際にそういうデータベースにあるデータを表示させる、当然使うのは人なので画面がないと使えませんよね。はい、その画面がレイアウトです。例えば顧客登録画面、新しいお客さんをこう情報を入力する画面とかありますよね。購入履歴を一覧表示させて見る画面だったり、商品を検索したり表示するような画面、はい、まあ、そういった画面です。そしてスクリプトというのがありますけれども、それが先ほども申しましたけれども、例えば画面上にボタンがあって、ボタンを押したときに何かしら処理をさせますが、その処理のところがこのスクリプトというものがございます。データに対する処理の自動化、例えば
ファイルメーカーのこのデータベースにあるいろんなこう、売上情報とか請求情報に基づいて請求書を自動的に作って送るですとか、在庫の引き当て、販売実績の集計だったり、まあこのスクリプトというところはもうそのカスタムアップに求められる機能に応じても無限に可能性は考えられますけれども、実際にそのカスタムアップの機能にあたる部分ですかね、はい、このデータベースとレイアウトとスクリプトという3つの要素を組み合わさってカスタムアップができるとイメージしていただければと思います、はい、では実際に作ってみましょうということで、まあ多分言葉で説明するよりですね、実際にご覧いただく方が、まあ、百聞は一見にしかずということになるかなと思いますので、はい、ちょっと作ってみたいと思います。例えばですね、ここに Excel ファイルがございます。その Excel ファイルの中身はこんな感じですね、まあ、なんてことはないただの表なんですけれども、今日この、こちらにあります、まあ、見た感じ会員番号とか会員登録日とか有効期限、あと名前とか住所とか電話番号とかありますね、まあ、見た感じ会員情報なんだろうなというのは想像いただけるかと思いますが、会員情報を Excel で管理されているっていうケースはもうあんまりないかもしれませんけれども、例えばここにある会員情報100件あるんですけれども、このデータを Excel ではなくてファイルメーカーで管理するとどういうふうなアプリが作れるだろうかというところをちょっと実際にやってみたいと思います。はい、まあ、会員管理のアプリというようなイメージでしょうか。はい、で実際にちょっと作っていきたいと思うんですけれども、画面を見やすくするためにですね、ちょっと拡大ができるようにしますね。よいしょ。はい、で今この Excel がさっき見ていただいた Excel ですけれども、この中にあった100件の会員情報をまず一番最初にファイルメーカーのデータベースに取り込む必要があります。ということでこの Excel をファイルメーカーですねのアイコンにポンとドラッグアンドドロップすると、はい、ファイルメーカーのデータの取り込みが始まります、はい、で、ファイルメーカーというのはですね、ファイルメーカーを作るカスタムアップというのは一つのファイルとして保存されます。そのファイルの中にデータだったり画面だったりさっきのスクリプトというのその3要素が一つのファイルとして保存されるんですが、今日は例えばデモ1108と、まあ、ちょっと適当に分かりやすい名前をつけておきます。そして保存しますと、はい、今ここにですねこのファイルが保存されました。でこの保存されたファイルに100件のデータを Excel から流し込むわけですけれども、はい、まあ、実際データを流し込む取り込む、ところ自体はもう一瞬で終わります。これがファイルメーカーの画面でして、実際皆さん画面を見ていただければずらーっとデータが入ってるなというのをお分かりいただけるかと思います。で左上見てみますと、まあ、100という数字があります、まあ、100件のデータがここに入っているというのがお分かりいただけるかと思います。で実際にこの裏側ではですね、まあ、ファイルメーカー先ほどデータベースの機能を持ってますと言いましたけれども、データベースをご存知の方はもう当たり前のようにご想像いただけると思いますけれども、ファイルメーカーでもテーブルとかフィールドっていう概念があります。で、テーブルというのはその一つのデータの塊を、まあ、格納しておくところですけれども、このように顧客情報というテーブルが一つできてますね。そしてその顧客情報というテーブルの中には先ほどの Excel の、まあ、列にありました会員番号とか、名前とか住所とかが入っていますね。それがこのテーブルの一つ一つのフィールドデータ項目として、登録されています。ということでこのテーブルとフィールドができていまして、その中にこの100件のデータが流し込まれたというのがこれですね、はい、ではデータとしてはこのデータベースのところにデータ全部取り込まれましたので、あとはこれを表示したり操作するための画面をこれから作ってみたいと思います。はい、この新しい画面をここから作ります。そうですね、お客様詳細、まあ、これはもう自由に名前をつけているだけですけれども、画面の名前としてはお客様詳細というふうにしまして、でその画面はタッチデバイス、もうせっかくなので今日はですね iPad 用の画面、そのデータを iPad で見たり操作したりできるような画面を作ってみたいと思います。ということで iPad を選びます。そして、
フォームとかいろんな画面形式があるんですけれども、はい、そうするとこのようにまっさらな画面が出来上がりました。これは本当にまっさらな画面なので、まだその画面上には何もこうパーツが配置されてない状態ですね。ここから先はパワーポイントを作るようにですね、もう非常にこう視覚的に画面を作っていくことができます。例えばここにいろんなパーツが並んでますが、ちょっと一番上に画面のタイトルつけておこうかなということであれば、このテキストボックスをここで配置しまして、ここにお客様詳細というテキストを配置しておくだけですね。もちろん色変えたり大きさ変えたりできますけれども、で実際にデータが表示される場所、会員番号とか名前とかっていうのを表示させないといけないので、それはですね、この左側見ていただきますと、はい、この顧客情報というテーブルできましたよね。そのテーブルの中にあるフィールド、会員番号とか会員登録日とかっていうこのフィールドがここに並んでます。で一番上に会員番号っていうのがありますけれども、例えば画面の左上にじゃあ会員番号を表示させようということであれば、ここからドラッグ&ドロップでここもこうポンと配置します。でもう場所はもう自由自在ですね。はい、でちょっとこれ幅狭いかなと思ったらもう広げたりということはできます。で、ちょっとこれで今本当に作り始めたばっかりですけれども、一度これで保存して実際に見てみたいと思います。そうするとこのように、はい、ここに1件目の会員番号が出ているのをお分かりいただけると思います。で次へ次へいくと、データが切り替わっていく、はい、こんな感じでこの要領でですね、他の項目も配置してみたいと思うんですけれども、例えば会員登録日とか有効期限、生命、いくつかの項目をまとめて配置してみたいと思います。はい、こんな感じですね。でせっかくなんでちょっと綺麗に見せるために幅を揃えておきましょうとか、こんな感じですね。で例えばですね、ここからこんな感じでどんどん画面作っていくんですが、右側にちょっと余白があります。ここにはちょっとお客さんの関連するなんか写真を、表示させたいなということで、このデータベースの中には、写真情報も一緒に保存しておきたいと思います。ただここ見るとこれさっき、元のデータになった Excel から、はい、取ってきたフィールドの一覧なので、ここには写真というのはないんですね。Excel の中に写真という項目なかったので、じゃあファイルメーカーで作ってあげればいいということで、新しいフィールドをここで追加することもできます。例えば画像、はい、っていうフィールドをここで新しく作ってあげて、もうすぐここに配置することができます。この画像のところですね、どういうふうに表示されるかというのをまた後でご覧いただきます。そして下の余白には、じゃあもっといろいろ情報を載せたいので、こういうタブ、最近はこうタブブラウザとかよくあるので、タブっていうのおなじみかと思いますけれども、切り替えられるタブですね。で一つ目のタブに、じゃあそのお客様の詳細情報ですね、はい、を表示させましょう。2番目にはちょっとやっぱりこれ iPad で見るので、 iPad で見れますということで、これ外張りをしている営業さんがこう iPad で見るなんてことを想定しますとですね、地図でお客さん先が見れるとなんかちょっと便利なんじゃないかなということで、地図が見れるようにもしておきましょう。あと例えばそうですね、何にしましょう、見積書、お客さんに送った見積書も一緒にここに保存しておくと、すぐに見ることができると、とか、あと最後にお客様の購入履歴ですね。そのお客さんが過去に何を買ったかというのが同じように iPad で見れると、こう商談の時にやりやすいということで、行こうかですね、はい、こういう4つのタブを作っておきましょうと。そうするとこのようにタブができました。はい、こんな感じですね。ではこの詳細情報のところには、そうですね、性別から住所までをまず配置しまして、はい、で右側には電話番号とか、誕生日とかメールアドレスとか配置しておきましょうと。はい、そして次地図ですね。はい、地図なんですけれども、ファイルメーカーにはですね、ウェブビューアーという機能がありまして、これは使う場合使わない場合いろいろあるかと思いますけれども、このファイルメーカーのレイアウト上にウェブブラウザを埋め込むことができるような機能があります。これちょっと作ってみますね、はい、ここに四角をこう描くような感じでウェブビューアーというのを配置します。はい、でこの四角い部分、今作った部分がウェブブラウザになるので、この中でいろんなウェブページを表示させることができるんですね。でそのウェブページというのはもう自分で URL を指定すればどんなウェブページ、場合によってはもう
JavaScript なんかを実行することもできるんですが、今回ちょっと地図を表示させるということで、まあ、地図といえば、この Google Maps というのがこの一番上にありますね。そして Google Maps で表示させる住所というのをここで指定することができます。でここで表示させたいのはお客様の住所なの でお客様の住所というのはこのすでにデータベースの中に入っているんですね。ということで、フィールド名の指定と計算式の指定というのがあるんですが、今回計算式の指定を選びます。で計算式というと、まあ何か、まあ、Excel のこの計算式と同じですけれども、を指定できるようになっています。でなんで計算式かというと、はい、ここに住所1と住所2と2つのフィールドに分かれた住所の値があるんですね。で住所を完全なものにする するためにはこのようにですね、式を使って住所の2つの値をくっつける必要があります。でこの AND という演算子ここにありますが、これ Excel でも一緒ですね。値と値をくっつけるのがこの AND という演算子、これファイルメーカーでも一緒なんですが、これで住所1と住所2がくっついた値になります。でその住所をこの Google Maps でここに表示させるというような設定になります。はい、じゃどんどんいきましょう。さ あと見積書ですけれども、見積書もやはりさっきの Excel のデータにはなかったので、ここで作る必要があります。ということで見積書というフィールドを作って配置、そしてさらにですね、これはモバイルならではの機能なんですけれども、署名機能というものがあります。はい、どういうふうに使えるかというのをまた実際にご覧いただきますが、最後に購入履歴というのがあります。実はですね、ファイル名、今回ここにはですね、お客様情報以外に購入履歴というですね、すべてのお客様の過去の購入履歴が入った Excel データがあります。これも同時にファイルメーカーに取り込んで、お客さんごとの購入履歴をこの画面上で見れるようにしたいというふうに思います。はい、ということでですね、ここで追加で Excel データをファイルメーカーに取り込む、まあ、インポートします。購入履歴ですね、このファイルを指定して、はい、新しいテーブルとしてインポートします。インポートポチ、はい、はい、それとインポート終わりましたという出ました。いや今一瞬で終わりましたけど、ちなみに今の一瞬で2000件のデータをファイルメーカーに取り込みました。はい、でこのデータのインポートが終わりました。で実際にですね、さっきのデータベースのところを見てみますと、テーブルが1個増えてますよね、下に。はい、購入履歴というテーブルが増えました。でこの次なんですけれども、はい、今このお客様情報と購入履歴の情報、2つのテーブルがありますので、このテーブルを、リレーションシップで結ぶというところがあるんですが、これファイルメーカーの非常に重要な機能、リレーションシップ、テーブル同士を関連付けて、複数のテーブルにまたがるデータ管理ができるというものなんですが、例えば顧客情報には当然会員番号がありますね。で購入履歴にも誰がいつ買ったのかという会員番号が入ってます。これ共通のデータなんですね。でこの共通の会員番号をピュッと線で結ぶことによって、この会員番号という共通のデータをキーにして2つのテーブルを関連付けることができるようになりました。まあ、ちょっとこれはデータベース同士の関連付けということで事前準備をしておきまして、でこの購入履歴、実際の画面に表示させる部分に今度はポータルという機能を使いまして、関連付いている別のテーブルのデータを引っ張ってきて表示をさせる、まあ、そんな機能があります。でここでどのデータを表示させるんですかというところで、購入履歴を今線で結んだ相手のテーブルですねを指定しまして、でそこではですね、ちょっと確認のために一応ですね、会員番号の項目を表示されるようにしておきましょう。またいつどこで何を買ったかみたいな、そんな項目を複数追加しておきまして、はい、これで出来上がりと。じゃちょっと実際に画面見てみましょう。はい、こんな感じで画面できましたね。で地図ですけれども、ちょっと何も本当 URL をそのまま指定しただけなんで、こういう左側に出てきますけれども、このように Google マップの中にこの地図が出てきます。次のお客さんに行くとその地図も当然更新されますし、お客さんごとの地図住所をこの地図で表示してくれているというのをお分かりいただけるかと思います。そして見積書、そして購入履歴ですけれども、購入履歴もちゃんとですね、今11002のお客さんなので、購入履歴のところも全部11002のお客さんのデータが表示されているのがお分かりいただけると思います。11003にするとやっぱり11003
の人のデータだけ、まあ、このようにですね、リレーションで結ぶことによって今見ているお客さんのデータだけを別のテーブルから引っ張ってきて表示させるというようなことができます。はい、まあ、この辺の深いところはまた、学習いただくとしてですね、一通り、まあ、簡単な、ものですけれどもできましたので、あとはこれをですね、じゃあ iPad ファイルメーカーサーバーを使って iPad で見るとどういうふうに見れるのかというところをちょっとご覧いただきたいというふうに思います。で、私の手元の iPad をですね、ここで、はい、表示していますですね。はい、でまず一番最初にファイルメーカーサーバーにアップロードする必要があるんですけれども、ここにですね、ホストにアップロードという機能がこのファイルメーカープロアドバンスの画面上にあります。でここで、非常に簡単なんですけれども、サーバーが左側にこうサーバーがありまして、そのサーバーを指定するわけです。はい、でインターネット、今回はですね、クラウド上に、AWS のクラウド上に用意したデモ環境にデータアップロードしてみようというふうに思います。はい、思いますが、来ますかね、来ないでしょうか、接続できませんでした。インターネットがつながっていればいいんですが、ちょっと別のネットワーク使ってみますね。つながらないですかね。いいでしょうか。はい。でここで、サーバーの管理者の ID パスワードを入れまして、はい、アップロードをします。で、iPad の方もですね、ちょっと皆さんご覧いただきたいので、ちょっとネットワークをつなぎ直します。よいしょ。で今アップロード完了しました。サーバー上にアップロード完了して、またファイルが開きましたけれども、これ今さっきまで開いていたファイルと一緒、アプリと一緒ですけれども、これはすでにサーバーにアップロードされたものを私のパソコンから開いています。で今度は iPad の方なんですけれども、よいしょ、はい、あ、出ましたね。で、iPad の方なんですけれども、先ほどご説明した通り、FileMaker Go という iOS 専用のアプリがあります。これがこの下にありますね、これです。この FileMaker Go を使って、今作ったカスタムアップを開いてみます。で、すでにサーバーにですね、今さっき作りましたデモ1108というのが見えてます。でこれを指定しますと、はい、このようにいかがでしょうか。同じ画面が iPad 上でも表示してますね。で今小森田さんという方のデータが表示されてますが、じゃあここをですね、パソコンで AAA という名前に変えてみましょう。でデータを変えると、右側の iPad の方もデータ変わったのがお分かりいただけるかと思います。つまりこれはサーバー上のデータに対して変更を加えると、別の端末でもすぐにその変更が、見ることができます。データ共有されている状態ですね。当然 iPad からアクセスした場合でもですね、はい、iPad からデータを変えるとパソコンの方でもそのデータの更新が見れます。あと画像というのがありますけれども、まあ、せっかくこの端末にカメラがついてますので、このように端末のカメラで写真を撮ってそれを保存すると、はい、パソコンの方でも見れますし、逆にですね、見積書をちょっと見ましょう。見積書のところにはですね、ここに PDF が、あ、ちょっと中身見えませんけれども、見積書のデータがあります。これをですね、はい、失礼しました。アクセス権がないようですね。はい、こんなデータですね。これを、はい、パソコンの方で、ドラッグアンドロップで放り込みますと、iPad の方でもすぐにその PDF を開いて見ることができたりですとか、あと最後署名なんですけれども、はい、この指でですね、まあ、指で Apple Pencil 対応の端末だったら Apple Pencil でもいいんですが、署名を記録することができます。
まあ、そういったあのモバイルならではの機能もあったりしますね。で、購入履歴も当然同じように見れますし、地図に関してもさっきパソコンで見ていただいたように、そのお客さんの地図住所が地図表示されているというのもパソコンと同じように見えています。まあ、こんな感じで、非常に直感的に画面を作ってすぐにそれをですねサーバーでアップロードして共有することによって、もう即 iOS だったりですとか他の端末から見ることができますし、もうそれ見れている時点でそれが共有されているということなので、誰かがデータをアップロードするとデータを更新するとその最新のデータが他の人も見ることができるというような、非常に基礎的なところですけれども、ご覧いただきました。はい、では少しスライドに戻りまして、このようにですね、非常に簡単なものですけれども、まず皆さんもですねぜひ簡単なものから作っていただければなと思います。最初からいろいろ作ろうと思うといつまでたっても完成しないんですね。いつまでたっても使い始められないので、まず簡単なものから作っていただいて、でその後なんですけれども、ファイルメーカーの非常に大きな特徴としてよく言われるのが小さく産んで大きく育てるということで、やっぱり最初から全部作ろうと思ってもいつまでたっても使い始められないですし、あと実際使ってみないと本当に現場の人が使いやすいもの、求めている機能っていうのが分からなかったりします。なので、まず小さく産んでいただくと。そしてファイルメーカーは非常に柔軟性のある開発ツールなので、例えば使いながら現場のユーザーの方からもっとこんな機能が欲しい、例えばボタンはこっちじゃなくてもっと下の方に置いてほしいとか、そういったレベルのフィードバックから集めていただいて、それを即さっきの開発画面のところで修正していただいて保存してもらえれば、すぐにそれをまた現場の人が使えるようになるので、そういったですねブラッシュアップがすごくしやすいんですね。なので、まずは小さく産んでいただいて、使いながらどん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 こういいものに育て上げるというようなアプローチで作っていただけるといいなと思います。で、活用例なんですけれども、ファイルメーカーは開発プラットフォームという側面もありますので、業種だったりですとか業務にあんまり偏りはありません。もう本当にいろいろな業務で現場で使っていただけるかなというふうに思います。例えばこれ iPad で利用されている例、代表的なものですけれども、はい、そうですね、真ん中の一番左はですね、例えばこれホリプロ様なんですけれども、タレントさんのマネージャーの方が外で日報を、作成するのが iPhone で日報を打ってそれを保存して、保存するとすぐにその上長の方なんかがその日報を確認できてコメントを入れたりすることができるとかですね、日報の管理に使われてますし、ちょっと面白いなと思ったのがこの右下のビールの樽が見えてますか、有名なクラフトビール、ヨナヨナエール、皆さんご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、ヨナヨナエールを作ってらっしゃるヤホーブルーイングさん、軽井沢のクラフトビールメーカーさんですけれども、が出荷する樽をですね、一個一個管理しまして、いつこの樽がいつどこ行ってどこからいつ帰ってきたというような管理をされています。でこれ入れられる前は結構樽がなくなったり、してたらしいんですけれども、この樽の個別に管理することによってそういった紛失っていうのも防ぐことができるようになったというのも、iPad で実践されていますね。でそれ以外のいろんなお客様事例はですね、ファイルメーカーのホームページ、ファイルメーカー、クラリス社のホームページにたくさん掲載してますので、ぜひ一度ご覧いただければというふうに思います。そして最後に、ちょっとあまり時間がないんですけれども、じゃこのファイルメーカーを使うためには、やはり、いきなり作り始めるっていうのは少し厳しいかもしれません。やはり少し学習していただく必要がありますが、そのスキル習得のためにどういったものがあるかというところをご紹介させていただきます。まず一つ目です、クラリス社ではですね、ファイルメーカー開発体験セミナー、ハンズオンセミナーと呼んでますが、という無料のセミナーを随時開催しております。今私がお見せしたようなものよりも、もう少し突っ込んだ内容でですね、実際に皆さんに、Mac のパソコンと iPad をお配りして、講師と一緒に作っていただけるような、そういった開発体験セミナーというのをやってます。3時間ぐらいでやるんですけれども、まずはそこでですね、この操作感とか、作る流れイメージっていうのをこう持っていただくことができるかなというふうに思います。そしてカスタムアップアカデミーという、これはファイルメーカーのホームページ、クライスさんのホームページ上にあるんですが、ビデオチュートリアルでございます。ですとかファイルメーカーマスターブックというクライスの日本法人、我々独自に、作成した公式テキストブックっていうのがありまして、これ PDF 版、ちょっと無料でダウンロードいただけるものになってます。
ですとか、あと公式ウェブセミナー、いろんなこう技術的なトピックについてですね、ウェブ上でセミナーを開催しております。結構簡単な初歩的なものから割とマニアックなものまで、いろんなトピックがあるんですけれども、過去のウェブセミナーいつでも、アーカイブしてますので、いつもご覧いただくことができます。そしてがっつり学ぶというところになると、技術研修がありまして、入門コース、初級コース、中級コース、上級コースという4つのコース、それぞれまあ2日とか3日とかでやっているものなんですけれども、がございます。で、これハンズオンセミナー、これ無料なんですね。で、カスタマーアップアカデミーも、これはウェブ上のコンテンツは無料です。で、ファイルメーカーマスターブックも PDF は無料です。で、冊子は有料なんですけれども、例えば今日紀ノ国屋さんも出していただいてますけれども、で冊子販売いただいてます。そして公式ウェブセミナーも当然無料で参加いただけます。はい、この研修だけちょっと、お金がかかりますけれども、はい、非常に濃い内容になってますので、ぜひちゃんと体系的に学ばれたいという方は、この、マスタートレーニング、ぜひお勧めいたします。はい、あとはですね、ファイルメーカーのホームページ上、このラーニングという項目ありますので、そこの中にですね、いろいろ先ほど今ご紹介したようなコンテンツがあったりしますし、あと、イベントセミナーにつきましては、こちらイベントセミナーという項目もありますので、そこで、ウェブセミナーを、過去のウェブセミナーをご覧いただいたりですとか、近日中に予定されているセミナーをご覧いただいたりすることができます。あとファイルメーカーコミュニティという無料のメンバーシップサイトもございますので、そこでですね、掲示板みたいな質問を投稿して誰か答えてくれるというようなスペースもあったりします。はい、あとはまずは試してみましょう。もし触ったことがまだないよという方がいらっしゃいましたら、まずは45日間の無料評価版ファイルメーカープロアドバンスありますので、ダウンロードいただいて、さっきのマスターブックとかご覧いただきながら、ちょっと始めてみていただければなというふうに思います。あと、すみません、ちょっと手短にキャンペーンのご案内です。今ですね、1人買って2人で使おうという、1つ買ったらもう1個もらえるキャンペーンが、ございます。これですね、12月19日までですので、詳しくはホームページご覧いただければというふうに思います。そしてスタートアップ企業応援プログラムということで、設立から3年以内の企業様につきましては、最長3年間ライセンス 50% オフというスタートアップ企業様を応援するプログラムがあったりもします。こちらは2020年6月末までですね。はい、ということで、以上ざっと、ファイルメーカーのご紹介させていただきました。もし、何かですね、もう少し詳しく知りたいことであれば、もうあまり時間がないんですけれども、ショーケースエリアの中にクラリスバーというですね、技術相談窓口があります。当日予約もできますし、枠空いてれば飛び込みでも受付させていただいておりますので、ぜひお立ち寄りいただければというふうに思います。はい、それでは短い間でしたけれども、今日はどうもありがとうございました。以上でございます。改めて今一度盛大な拍手をお送りください。ありがとうございました。